皆さんこんにちは、さとこです。今日はバレットジャーナルや手帳で間違えたとき直す裏技をご紹介していきたいと思います。ではまず小さな間違いの修正の仕方になります。例えば、ペンでちょっといらないところをシュッと書いてしまったりとか、カレンダーの線を少し長く書きすぎてしまったとか、そういう時なんですけれども、修正液を使うのではなくて、これはシグノの、ホワイトのペンの太字なんですが、このホワイトペンで、消すという方法があります。この方が、ピンポイントですごく綺麗に消せます。ちょっと画面上ではものすごく白く見えるんですが、実際書いてみるとそこまで白く見えなくて、紙と馴染んでくれるので全く気になりません。でこんな感じで、例えば鉛筆で下書きをして、その上をペンで書いて、消しゴムで消したらまだペンが乾いてなくてジャッてなっちゃった時とかも、この白ペンでやるのが便利です。で私のノートは白い紙にはなるんですが、修正テープで試しにやってみても分かる通り、修正テープだとやっぱりものすごく目立ってしまうので、個人的にはあまりおすすめができないです。あと次の方法なんですけども、もし間違えた場合はもうこんな感じで、間違えた箇所、特にスペルミスとかですね、間違えた箇所を全部黒塗りしてしまうという方法があります。で黒塗りするときは、筆ペンが広い面積が簡単に塗れるので、筆ペンで塗るのがおすすめなんですが、ちょっと乾いたのを確認してから、上から白いペンでこんな感じで書いていただくと、すごく可愛くてなおかつおしゃれなので、ぜひ間違えたときとかですね、おすすめの方法になります。で3つ目が、同じ紙を、間違えた部分ですね、貼り付けてしまうという方法があります。で私はこの方法が、一番同じ紙を貼り付けて目立たないので、この方法が一番やってる方法にはなります。間違えた部分にサイズで切ってこんな感じで貼り付けます。でこれだとちょっと目立ってしまいますが、こうページ全体で見るとあんまり目立たないのでおすすめです。で、小さい間違い、例えば日付とかそういった小さい間違いに関しては、こういう小さい、黒塗りしてもいいんですが、小さい、シール等でですね、隠して、濃いシールのシールであればこんな感じで白ペンで書いてしまえば全然わかりません。あとは例えばスペルミス等の時ですね、先ほどは黒塗りしましたが、濃いめのマスキングテープ等で上から貼ってしまうという方法もあります。この場合、薄い色等のマスキングテープだと下の文字の色が透けて見えてしまうので、なるべく濃い色ですねのマスキングテープがおすすめです。でこれ貼ってるのは黒いマスキングテープなんですが、こちらも白ペンで上から書けばとっても可愛く仕上がります。で次が、中くらいのサイズの修正になります。例えばこんな感じでカレンダーを曜日を間違えて書いちゃったとか、そういう時なんですけれども、私はこれはムードボードといって、その月の、テーマみたいなものを1ページでまとめているんですが、これは、アジサイをテーマにちょっとムードボードを作ってみました。でこの画像に関してはアンスプラッシュといって、誰でも使っていいよという画像を提供しているサイトがあるんですね。でそちらで拾ってきたものなので、安心して使えるという画像になるんですけれども、で概要欄にサイトのアドレスも記載しておきましたが、本当にいろいろ素敵な写真があって、見るだけでもとっても楽しいので、ぜひぜひチェックしてみてください。で私はそのアンプスプラッシュから写真を集めて、またその写真の色に合った、色紙部分ですねを A4 サイズでムードボードとして作って使っています。で今回使用しているこのアジサイのムードボードは、皆さんにもお使いいただけるように、アップしてありますので、概要欄のリンク先からぜひダウンロードしてお使いいただければなというふうに思います。で、ポイントなんですが、こういった感じで貼るだけでなくて、ちょっと、シールとあとペンですね、で写真とノートにはみ出る感じで黒ペン等で、柄とか何でしょう、こう丸とか三角とかそういったものを足すと一体感が生まれるのでおすすめです。あとは例えば下の方に何か書いてそれを全部間違えちゃった時なんですけれども、
間違えた時とかじゃなくてもやってる方法なんですが、こんな感じでもう紙を上から貼ってしまう一部ですね。そうすると、もともとそういったデザインでやってるような感じで、とってもおしゃれに仕上がりますので、この方法もとってもおすすめです。で、例えば、今回は紺色で濃い色ですねを貼りましたが、まあ、下の、間違えたところが隠れるのであれば折り紙とかそういったものでもとっても可愛いです。でこう切って貼るだけでもいいんですが、こんな感じでちょっと、その時のテーマに合わせたシールとかそういったものを貼っても可愛いですし、こういった感じで、点とか葉っぱとかを少し書き添えても可愛いと思います。で、中くらいの修正一番最後なんですけれども、間違えた箇所をもうそのまま切り取ってしまうという方法があります。これは、例えば上ですねの部分を間違えたとしたら、もうそこを切り取ってしまって、これがダッチドアスタイルっていうんですけれども、そういったスタイルにもう変えてしまうという感じです。で、例えばウィークリースプレッドで一部分間違えて切り取ったっていうことであれば、このペラペラの表部分を、ウィークリーゴールズとか、あとはトゥードゥーリストとかタスクとかを各ページにしてしまって、このめくったところ全体をウィークリースプレッドにするというデザインもとっても可愛いと思います。でこんな感じでダチドアスタイルにするとページが増えるということになりますので、使い方次第でいろんなデザインができるので、こちらもおすすめです。で最後に大きいサイズの修正方法になります。で例えば紙が薄い手帳の場合、マーカーを使うとこんな感じで裏写りしてしまうという場合があると思うんですけれども、その場合の修正なんですけれども、これは先ほどもご紹介したアンスプラッシュで撮ってきた画像になるんですが、こういった画像を好きな画像ですね、インターネットで拾ってきて、手帳の1ページのサイズよりも少し小さめのサイズで印刷をしたりとか、あとは、雑誌の切り抜きとか、そういったものでページ自体を隠してしまうという方法になります。で、今回は大きい写真でページ全体を隠しましたが、例えば小さめの紙等をですね、コラージュたくさんしてページ全体を隠すという方法も素敵だと思います。で最後の方法になりますが、こちらはもうページをのり付けしてしまうという方法です。で例えばこの手帳であれば、私はもうマーカーを使うと裏写りしてしまうというのが分かっているので、必ずこういうふうに1ページ見開きで開けて次のページを作っているので、逆にこういった場合はちょっとページ数は少なくなってしまいますが、のり付けした方がシンプルに見えるという場合があります。いかがでしたでしょうか。こちらが私がいつもしている間違えた時の修正方法になります。何か一つでもご参考になったら嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。